三上恵理君。会派、立憲民主、社民の三上恵里です、質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。5月25日、党委員会で与野党を超えて国土交通省の元事務次官が、民間企業の役員人事に介入した問題について質疑いたしました、それぞれの立場で思いを伝えました、私も質問させていただいた立場で、改めて確認をさせていただきたい点を伺います。 5月30日、おにきが党委員会で国交省の現役職員が線引きと呼ばれる未公表の人事資料を国交省の OB ほか外部団体に提供したことを正しました斉藤大臣は、この案件に関しては重大な問題だとして提供をやめさせたと発言されていますおにきは、この線引き資料の作成そのものを やめさせるべきだと質問しましまたそれに対し、斉藤大臣は、政府全体にも関わるからという理由で、やめさせることに言及をされませんでした、この政府全体というのは、どういうことなんでしょうか。斉藤大臣5月29日にあの内閣人事局、内閣人事局より各、各府省と各府省、政府の各府省等に対し、 人事情報の政府外への提供の有無を確認し、提供がある場合には、今後の対応方針を示すよう、通知がなされたわけでございます。このことを受けまして、私より政府全体に関わるとの説明をしたものでございます。なお、従来から申し上げておりますとおり、移動情報の管理を徹底するため、線引きにつきましては、外部への送付および発令前の送付は一切禁止するとともに、 退職者が分かる情報は載せないこととするなど、すでにこれらの是正を指示済みでございます三上恵理君、はいえー。おとといですけれども、河野国家公務員制度担当大臣が、このたびの問題を受けて、各府省の現職幹部に対し、 OB の再就職圧戦の有無に関する調査を指示したことは明らかになっております斉藤大臣に伺いますこれ政府全体で線引きの作成が公然というような認識でよろしいでしょうか斉藤大臣あの他の府省庁で、えー、同様の資料があるかどうかについては私存じ上げておりません三上理君 えー、この河野大臣が指示された調査これからなんですけれどもいつまでに行いいつ公表されるのでしょうか明確な答弁をお願いいたします内閣官房内閣人事局松本内閣審議官お答え申し上げます河野大臣の指示に基づきまして内閣人事局から各省に対しまして退職する旨の記載を含む人事情報について業務外の作成を行ったかあるいは未公表のものを業務,の必要業務上の必要性がないのに外部に提供したりしていないか等について確認することを 要請したところでございますお尋ね、スケジュールにつきましては、ですね斡旋の有無の確認と合わせまして、各府省において2週間程度で作業していただきたいと考えてござい伊丹愛理君。今国会会期が6月21日までですので、1日も早いご提出の方をお願いいたします。えー、各府省へ線引きといわれるような資料が作成され、OB を含めた外部へメールなどで発信されているのか、党委員会として国政調査権として、再就職、 等監視委員会に確認することを求めますおこく理事会で協議いたします,します三上理君、はい、次に本田元事務次官と久保田航空局長との会食について伺いますお二人以外に航空ネットワーク部長セメントなどの建設資材の販売などを営む会社経営者と会社関係者2名計6名の会食だったと聞いています利害関係はない 私的な会食だと説明されています5月25日、党委員会で私も取り上げさせていただきましたが、この会食に久保田局長が公用車を使っていました。大臣は、幹部職員の公務後の送りについては、自宅に直帰しない場合は、送迎の一環として次の目的地まで送ると答弁されました。こちら私の今手元に あるのがですね国土交通本省自動車管理要領という平成24年の6月27日付の公用車の運用についてという事務連絡の書類でございますここにあります第2章第5条自動車は公務の円滑な遂行を図るため必要がある場合のほかは使用することができないと書かれております えー、この局長を会食が私的なものだったと、公の会食ではないとおっしゃっています。大臣がご答弁されましたことは書かれてないんですけれども、その規定はどこに書かれているんでしょうか斉藤大臣、えー、国土交通省では、自動車管理要領におきまして、公用車を送迎に使用できる、それはそこに書かれております、えー、送迎に使用できるものとしており、 所管業務に関する速やかな判断を常時求められる局長級以上の幹部職員について、機動性を確保し、危機管理を徹底する観点から、通勤時の送迎を行っております。公務後の送りにつきましては、自宅に直帰しない場合にも、通勤時の送迎の一環として、次の目的地まで送ることとしており、問題のある使い方とは考えておりません。 三上君、えー、ここに書かれてあるのは、公務の円滑な遂行ということなんですけれども、私的な会食でも使っていいということなんでしょうか斉藤大臣委員長、はいえーあの、先ほど申し上げましたけれども、公務後の送りにつきましては、自宅に直帰しない場合、送迎の一環として、えー、次の目的地まで送る。 まあこのように運用しております根拠はそのお、えー、自動車管理要領、送迎ができるというところ、そしてその運用として、えーえー、公務後の送りについて自宅に直帰しない場合は、送迎の一環として次の目的地まで送るということでございます三上恵理君。そういうご説明なんですけれども。まあ、あのー 私的なものということを言われているので、やはりあの国民の方がです、ね、納得できるような、あのこの規定に即するような使い方をしていただけたらと思います。え次に、今回の大臣の指示は線引き作成をやめさせるのではなくて、OB を含む外部送信をやめさせるということだけなんでしょうか斉藤大臣。はい、あの今回あの,の線引きの問題につきまして、 えー、この線引きが公表前に外部のものに共有されていた、あまたあ、えー、公表前に公表されていたということは、大変遺憾なことであり、国民の疑惑を招きかねない、まあ、ということで、えー、私、このことについては即座にやめるように指示をしたところで、えー、おります。えー、これらのをを指示をいたたししました三上由里君 私たちは国民がこの線引きが OB らによる再就職圧っに使われたのではないかと疑っています。実際、本田元事務次官は、昔は現役が全部やっていたが、法律上できなくなり、OB がやらざるを得ないと答えています。ですから、この線引きをやめさせるべきではないでしょうか、もう一度、ご答弁お願いします。斉藤大臣あの今回ののいわゆる線引きの送付に関しましまては 退職予定者を含む現役職員の移動情報が公表前に外部のものに共有されていたということが、国民の疑惑を招きかねないものでありまして、この点を改善する必要があると考えてあります。まあ、このため、これらの課題に対応して、移動情報の適切な管理の観点から、退職者が分かる情報は載せない、発令前の送付は禁止する、外部への送付は禁止することなどを直ちに取り組みを指示したものでございます。 君あくまで線引きの資料作成は続けるというご答弁です。えー、ボランティアとして、業務時間内に行っていたということなんですけれども、5月25日、党委員会におきまして、国土交通省大臣官房長官は、業務に支障のない範囲でやっていたと、すなわち勤務時間内に線引きを作成したと認められました、今後は、であれば業務として線引き作業を行わせるのでしょうか。 行政文書として国会にも提出していただけますでしょうか宇野大臣官房長お答え申し上げます。行政文書の定義は公文書管理法に定められております。その中で、行政一つ、行政機関の職員が職務上作成しまたは取得したものであること、二つ、当該行政職機関の職員が組織的に用いるものであること、三つ、 当該行政機関が保有しているものであることという3つの要件をすべて満たす必要があるとされており、文書が勤務時間内に作成されたかどうかだけでは行政文書であるかどうかの判断はできないと承知しております。いわゆる線引きは従来から申し上げておりますとおり、移動前後における業務の円滑化等を目的として、人事を職務としない大臣官房総務課の職員が、事務系総合職員、総合職職員の 内事後の移動情報を収集して作成したものであり、行政機関の職員が職務上作成、または取得したものという要件を満たさないことから、行政文書には該当しないものと考えております。この点につきましては、裁判官経験を有する弁護士にも確認をいたし、同様の見解を得ているところでございます宇野大臣官房長、今後のことを三上恵りさんは質問しています。宇野大臣官房長 えっとあの今後につきましては、先ほど大臣からご答弁申し上げましたとおり、外部への送付および発令前の送付は一切禁止することとしておりますし、退職者が分かる情報は載せないということにしております三上里君すみません、今後、行政文書として、今後、国会に提出していただけませんかという質問なんですが、もう一度お願いします。宇野大臣官房長 先ほどご答弁申し上げましたとおり、公文書管理法上の行政文書に該当しないということでございます宇野大臣官房長、今後線引きは作成する、大臣がそのように答弁していることに対して、三上委員は、では今後は行政文書に該当する、国会に提出できるんですかと聞いています。大大臣臣官官房房長先ほど来申し上げまし,申し上げてていいますとり人事を職職務務な総員が えまあ、移動の前後の円滑化を図るために作成しているものということでございますので、行政文書としては扱うことにはなりません斉藤大臣あの。まずはこれまでの線引きの問題点の是正を優先して対応するというふうに答弁を申し上げたところでございます。まあ、あの移,動移動情情報報関係すするる職職員の間で共有する仕組みにつきましては情報管理や再就 規制違反の疑念を招かないようにするという観点から、どういった方法が適当なのかを検討することとしたいと考えております。あの、先ほど、もう線引きはこれまで続けると答弁しましたとおっしゃいましたが。これから、これまでも続けると、私答弁しておりません。あのー、まずは、まずは、この今の問題点をしっかり是正しますと。まあ、その上で、あの、本来の目的である移動の円滑化ということについて、どういう方法が。 最も適当なのか国民の疑惑を招かないようにするためにはどうしたらいいのかということを検討させていただきたい、そしてえプラス、ですね今、先ほどとご答弁がありましたように、今政府全体でこの線引きについての、えー、調査がされておりますので、えー、その調査も見ながら、 しっかり国民の疑惑を招かないようにするには、どうしたらいいか、本来の業務の円滑化ということからしたら、どういう方法があるのかということを検討させていただきたいと思います三上由里君あ。失礼いたしました、これからまた線引きは続けるかどうか、まだ決ま,決まってないということでよろしかったですか斉藤大臣あの線引きは非常に私的なものだと私は認識しております。あの私があ,いあの これまで続けるということを言う立場にはないわけでございますが、しかし、疑惑を招きかねないということもございました、今、政府での調査も続いております、従いまして、えー、疑惑を招かないやり方をするにはどうしたらいいかということを、われわれも検討させていただきたいと思っております三上ゆり君、はいえー。この問題はあ、引き続き他の委員からも必要な情報を開示してほしいと求めておりますし、 国民が納得がいく説明を引き続き求めてまいります。それでは、続いて、被爆遺構の活用についてご質問いたします。G7 広島サミットは被爆地、広島で開催されました、核兵器が使用される高まりの中で、今、広島に残る被爆遺構について質問いたします。例えば、旧広島陸軍被服支障、資料1をご覧ください。この建物は、今から110年前の対正2年に建てられました。 現存する国内最大級の被爆建物で、頑丈なレンガ建築物となっています、現在4棟が残されています、爆心地から2.7キロ、この建物が被爆者の救護所になりまして、およそ3000人が亡くなったと言われています、廃墟と化した広島で、何とかここにたどり着いて生きたえたと聞いています。 私はこの建物のすぐそばに20年以上勤めておりまして、毎日この建物を見ておりました。で、えー、この建物、一時老朽化のため解体撤去の流れにあったんですけれども、保全につきましては、斉藤大臣が衆議院の代表質問で取り上げられ、斉藤大臣のご尽力で保存に向けて大きく動きました。で、えー、この被爆以降、保存するだけでなく、観光資源としても利活用できないでしょうか、大臣の思いも含めてお伺いします。 斉藤国土交通大臣。あの三上に、あの私の、あの国会、本会議質問を取り上げていただきまして、ありがとうございます。あの私、この旧陸軍被服、う、首相、何回も、あの、お、訪れました。あの、ぜひ、被爆の実相を、広大に残すものとして、ぜひ残していかなければいけない。あのこのように強く、私自身も。 あの考えておりますで今のあのー、ご質問は、これを、まあ、世界の方に見ていただくようにしたらどうかというご質問かと思います。えこのため、国土交通省では、原爆ドームや旧陸軍被服支障などの被爆遺構につきまして、インバウンド向けの英語解説文の整備、 を行うことで理解を促しておりますしまた g7 広島サミットを契機とした平和体験事業として世界唯一の被爆電車を活用した特別な体験ツアーの造成についても支援を行っているところでございます、えー、今後とも被爆移行等を活用した平和体験を通じ国際理解の増進や観光振興に取り組んでまいりたいとこのように思っております三上恵理君 1>, 1都当たりこの保存、5億8000万円という費用がかかります、これ、自治体に保存が委ねられておりまして、利活用するための支援として、観光庁としての所見を伺います観光庁、原井川次長はいあのこの被服支障なんですけれども、観光で利活用するためには、あの受け入れ環境の整備とか、あと他のその被爆遺構との収遊プログラムの造成などの、 観光資源としての見分け上げが必要かなというふうに考えていますで、観光庁としてはあの地域のあのご意向も踏まえた上で今後とも必要な支援を行っていきたいというふうに考えております三上恵理君ぜひ自治体の声をしっかり聞いていただきたいと思いますまたこういった被爆建物もあります資料2をご覧ください中国軍管区司令部跡旧 防空作戦室になりますこれは広島城跡に整備された公園、爆心地から790メートルのところにあります。半地下式の鉄筋コンクリート造り、これはですね、あの岡義恵さんという、当時、学徒動員されていた女学生が、ここから広島が全面状態との第一歩を発したとされる場所です。岡さんは2017年に亡くなりましたけれども、私、何度もここで岡さんの被爆体験を聞かせていただきました。この保存活用に向けた検討が今 進んでいると聞いております、えー、国内外発信するための検討すべきだと思いますけれども改めて被爆以降の利活用について斉藤大臣お願いいたします斉藤国土交通大臣、はい、あの先ほども申し上げましたあの実装に触れていただくことが本当にあの、えー、各廃絶に向けての大きな力になるとあのこのように思っておりますまあ、そのために国土交通省としてできることをしっかりやっていきたいと思います三上恵理君 今取り上げたのは、わずかこれ2つの被爆以降なんですけれども、えー、現在、爆心地から半径5キロ以内に原爆ドームをはじめ,、えー、めとした86件の被爆建物が残ってるんですね、あここで本当に一つ一つご紹介して、あの先生方の,あのご関心を寄せいただき、えー、ご賛同いただけたら思うんですけれども、やはりこの何が大変って、やはりこの保全にかかる。 お金ですねあのこれまでその大臣の質問のおかげであの、免れたんですけれども、これ、本当にあの500メートル続いてるんですが、ここも全部解体することになってたんですね、で地元の方が何とかということで、大臣に伺って、でここまで、今、ここまでになってます、えー、3月に喫緊の学識経験者の会議があったんですけれども、これからどうしようかという前向きな今、検討もされています。まあ、被爆爆建物であったりあの原爆じゅ 樹木被爆樹木ですねだったりあと遺霊碑だったりもとにかくこう点と点を線で結んででさらにその面にしたらですね大きなまあ、観光というかあの本当に意味で平和を守るあの皆の命を守るためのそういう資源になるのではないかと思っておりますえこれからぜひ国を挙げて過ちを繰り返さぬように積極的に被爆の保存活用の取り組みを 私も今後も確認させていただきたいと思っておりますので、何とぞご努力のほどよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。